それでは本日もボートレース小村の展望番組をお届けしていきたいと思います。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ長谷さん、7日間のロングランシリーズで今節から長いですね。はい、スポーツ杯が始まりますね、はい。さあ長谷さん、九州も梅雨に入ってということで、ようやく入りましたね。もうやっぱりちょっと水不足が心配されてたけどね、はい、ようやくまあね、やっと入りましたもんね。はい、なんかね、観測史上では最も遅い梅雨入りとなったという感じでね。はい、でもやっぱりその梅雨入り入ったので、お天気もジメ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 してね、うん、雨が降ったり止んだり曇ったり晴れたり、ちょっとね、はい、お天気不安定でね。そうなんですよね。でも一番影響あるのはこの蒸し暑さでしょうね。はい、湿度が高い分ね、やはり選手にとっては回転が上がらない状況なので、うん、前肩日もね、回ってないという行為が多くてね。あ、そうだったんですね。なんかそのなんか蒸し暑さがあるんでね、ちょっと気にしてる選手は多かったですね。はい、まあ、そのあたりしっかりと調整をしてきてという選手なんでしょうでしょうかね。さあそして、今節7日間ということで、4日目10レースまでが予選、5日目に準優進出戦が行われてという一節間になりますね。はい、準優進戦があるのでね、はい、ちょっと忙しくなりそうなんですけど ね、 でもね、準優進戦があると、ね、面白いですからね。はい、それでは早速今節を盛り上げてくれる選手一覧からご覧いただきましょう。さて長谷さん、豪華メンバーでお送りしますね。ちょっと私はジェラシーが燃えてしまうような感じ。今こそ、まあ、日刊スポーツ杯なんでね、はい、まあ、これスポーツ報知の日刊スポーツ杯さんなんで、うん、いいメンバー揃いましたね。そうですよ、まあ、やりがいのあるようなメンバーでしょうね。はい、SG ウィーナーが3人いますね、うん、白井英二選手、丸岡正宗選手は2個勝ってる、で、はい、赤井吉田選手は1個勝ってる、うん、でその3人以外でも、G1 ウィーナーもね6人いてね、はい、いいメンバーでもね、やはりちょっと白井選手ね、前回グラチャンでね、はい、準優でフライングキッターというのはちょっと痛くでね、メモリアルに、ね、出場できなくなったというのは、はい、ホームランにとってはちょっと残念なことなんですけど、うん、でも彼はホームラン今年3回目なんですね。はい、前付け王決定戦、そして3月の G1 周年、うん、はい、どっちもインから0-1のサード決めて2位で2連続優勝中と今節も強い一人ですね。まあ、前節フライングしてばっかりとはいえね、はい、大村3連続ブレークがかかるというのはやっぱり注目でしょうね、うん、はい、でその白井を誰が止めるのか、結構メンバーいいのでね、うん、そして混合戦でね、女子選手もいるんでね、はい、体重の軽い女子選手がね、このね、湿気で回らない状況の中にあるとね、うん、男子と走ったらね、もう足の差っていうのが出てくるのかなと思うので、なるほど、これ多分ね、4日目5日目6日目もう後半になるにつれてね、はい、男子と女子との、足の差っていうのはね、はい、大きくなってくるはずですからね。そうなんですね、はい、では日を増すごとにちょっと楽しみになりそうな一節間ですね。はい、はい、まずは今節の出場選手一覧からご覧いただきました。さあそして続いては、長谷さんに今節もピックアップレーサーを挙げていただきましたので、はい、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ今節の2選手ですが、まずは1人目浜崎直也選手。これ34号機はね 60.7%、はい、2連打率ナンバーワンですねもうダントツですね。ダントツですよね。ただこのねモーターの特徴としては、はい、まっすぐ系伸びていくような感じはないんだけど、出足系でね、うん、レース足のいいモーターなんですね、うん、ですんで、まあ、昨日の前勤日浜崎選手はまあ、60% ほどの感触はなかったとは言ってましたけど、体調整ちょこちょこやっていけばね、はい、うん、よくなるのかな。今節はね、モーター相場見るといいモーターが全部出てます、はい、悪いモーターは、数が、ね、あんまり出てないというか、もう猟奇シリーズなんですよね。その中でもまあ 60% 引いたならね、いいはずなんで、前回もね今井隆選手も出足生き足系が抜群でしたからね、はい、よくなるんじゃないですか。浜崎選手ね、この大村前回優勝戦1号艇でね、悔しい2着だったんですよ、はい、まあその悔しさも晴らすにはうってつけのこのモーターじゃないのかなと思います。はい、はい、もういい気を手にしてということですね、はい、そしてもう一人が上野慎之介選手。上野慎之介だぞですね、23号機は 48.6% 数字申し分ございません。はい、昨日の感触後ターン周りは100点に近いと言ってました本人は。100点が近いですよ。ただね、まっすぐ系がもう少しなんでって言ってたんで、うん、その伸びも上向いてくればね、はい、鬼金棒かな。今上野慎之介乗ってますからね。そうですよね。昨年 SG デビュー果たしてね、はい、今年5月のオールスターでは数人様飾って準優にも乗ったと、うん、いや今ねやっぱりね、あの
お師匠さんのね、峰竜太選手のね、はい、影響があってね、やはりこの上野慎之介も強くなってるんでね、はい、今節はこの強いメンバー相手にね、この高モーターなので、うん、どんだけ活躍やってくれるかなと思ってます ね。師匠にもいいところを見せたいでしょうね。ですよね。はい。はい、さあということで今節は浜崎直也選手、上野慎之介選手2選手を挙げていただきましたので、ぜひ皆様こちらもご注目ください。さあそういえば長谷さん、はい、今節からちょっとボートが新しくなってくるということなんですね。新ボートが登場しますね、はい。まあ、例年のことながらなんですけど、やっぱ新ボートの特徴というのはやっぱり水吸ってなくて、ね、軽い分ね、はい、起こす足がスッときてね、スタートはしやすいらしいんですよ、うんうん。ただあの軽いっていう分があってね、コーナーではバタバタバタとね、船が跳ねるっていうこともあるようですね。なるほど。1年前のね、新ボートの説を見てみると、やはりまくりがあんまり決まってなくてね、はい、展開つく差しが多かったっていうのはまあ特徴かなと思いますね。やっぱりバタバタする分ね、まくりがサイドかからずにちょっとまくれないっていうことが前回はあったんでね、はい、ちょっとその辺はちょっと注目してほしいなと思いますね。そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは初日のメインカード第12レース発祥地ドリームの展開予想に参ります。まずはフリップからご覧いただきましょう。さて初日の発祥地ドリームはご覧の6選手で行われます。誰がまずね一発目のドリーム1号艇かと思ったら、はい、丸岡選手が来ましたね。丸岡正則選手でしたね、はい。さあ見どころ SGV2 の丸岡が速攻、はい、やはり今節で言うとね、白井選手と丸岡選手がね、はい、SG2 個勝っててね、選手強い選手、そして丸岡選手が1号艇、はい。丸岡選手ね、3月の SG クラシックでね、怪我をしてね休んでて、5月の蒲郡から復帰して今節4節目、はい、本人にね、ちょっと聞いたんですけど、丸田体どうって、うん、体は大丈夫なんですよ。ただね、うん、最近ねエンジンが出ないんですよね。確かに復帰後の積みの上 G1 ではゴンロクが多かったし、はい、で前節グラチャンではね、残念ながら予選を通過できなかった。でも予選通過できなかったけど、終わってみれば4勝したんですよね。で今節は前件微妙聞くと、乗った感触はね全然悪くないですよ、体感はね悪くないと言ってたんで、はい、あ、じゃあモーターの感触悪くないなら、まあ、強い丸岡選手見せてくるんじゃないかなと思って期待をしてますね、うん。はい、そして進入は動きはなさそうですね。赤岩選手も4号というのはそのままでしょうね。ですので、まあ、進入枠なりの3対3を想定しました、うん。はい、ということで印このようにやっぱり丸岡選手の本命したっていうのはもちろん1号艇ですけど、丸岡選手インが強いっていうかね、今年まあ一般戦限定すると、ね、一般戦のイン一着率は 100%、まあ、9回勝って9回とも全部勝ってると 100% で、はい、大型のイン戦は11連勝中と、でモーターの気配も悪くないないのなら、はい、そらスタート決めてね先にね逃げてくれるんじゃないかなと思って本命としました、うん。そして2号艇マニワ選手ね、地元期待なんですけどね。そうですね、前勤日はねやばいとしか言いようがないです。結構コメントが良くなかったですね。試運転でも分が悪いし、はい、回る感じもねターンで横に流れてるって、もう全然昨日の段階ではなんかどうしていいか分かりませんよって言ってたので、まあ、2コース差し向きの足ではないと思うんですよね、はい。でまあそんなにね昨日はね気配のいい選手とはいなかったんですけど、はい、一足選手のこのモーター 45.42% 42% ありますね、これ素性のいいモーターだと思います。赤岩選手のモーター63号機も前回使用者は直線が評判になってたぐらいです、はい。ですのでまあ丸岡選手の相手は一足赤岩、うん、このセンター勢なのかなと、はい。そして抑えでは外枠でどっちを抑えるかな、デパタ選手の方がモーターとしてはいいはずなんでね、うん。藤崎選手はモーター 25% なんでね、はい、ちょっと出足系統これどうなのかなという傾向は続いているモーターなので、デパタ選手回したんですけど、でも本命フォーカスとしてはもう134143と2点で、ね、はずさんシンプル、あの点数が多いで有名な私なんですけどね、でも正直この3人の争いと思ってます、丸岡一足、赤岩の3人の争い。でも丸岡選手はいいんで本命なので、はい、134で143しか出せないと思ったので、はい、2点としめました。この2点に絞ってということで、はい、これが有力じゃないのかなと思ってるんですよね、うん。まあ、でもオッズも3桁なになるとは思うんですけど、はい、でもまあ丸岡選手がインからすんなり逃げてくればこの一足赤岩の G 争いで決まるのかなと、うん、はい、もう狙い目もなしで、なしですね、はい、シンプルにここはもう2点で出しますけどね。でも、はい、本当も3人の争いだと思います、うん。でも丸岡選手、まあ、インもカラスパー、ね、S も行くし、はい、インが強いということで結論としてはこの2点、はい、こちらでよろしいですね。はい、はい、
わかりました。ありがとうございます。いいですよ。はい、大丈夫ですかね、はい。はい。ということで、初日のメインカード第12レース、発祥地ドリームについて、このように展開図を挙げていただきましたので、皆様ぜひ参考にされてください。さあ、本日から7日間の熱い戦いが繰り広げられますので、はい、私たちも頑張りましょうね。そうですね。はい。はい、ということで、初日の本日、展望番組をお付き合いいただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。